どうも、いちおです。はい、レッツフェスカウントダウン、はい、ラッキー装備召喚第1弾ですね、これ。はい、カウントダウンのラッキー装備召喚第1弾。はい、物理攻撃を行う超絶必殺技付き装備が確定で、1個確定でもらえるというガチャが来ております。これ回そうか回さないかすごく悩んだんですけど、まあ、ミスリル、残りミスリルの数も考えて、まあ、あとはフェス中のイベントいろいろ、まあ、来るでしょうけども、それで、大体ミスリルどんぐらいもらえるかなとか、ある程度想定して考えたらですね、無理して回さなくてもいいのかなとか、いろいろ考えたんですよね。やっぱりあの、チェインと覚醒が入ってるガチャを積極的に狙って、っていった方がいいのかなとは思ったんですが、でもまだまだ僕は装備が少ないので、はい、まだ190日目なのでね、まだまだ装備が少ないので被らないはずだと思います。はい、特にマセキもそうですけど、ナイトメアとか各シリーズでこう挑む時に、まあね、絶対あった方がいいんで、一人一つだけしか必殺使えないとかなると、また攻め方とかね、バリエーションがなかなか広がっていかないんで、一人でね2つとか3つとか必殺持ちたいところなんで、とりあえず新規で欲しいところではありますね。まあ、こういうところで回していかないと装備増えていかないのかなという気もするんで、回していこうと思います。はい、とにかくかぶりなしで、で数多く欲しい。はい、まあチェインも覚醒も入ってないのは分かってるんでね。よし、行きましょう。お願いします。行きます。よいしょ。まあね、そういうね、細かいことうんぬんなしでガチャって楽しいですからね。はい、一個あのね、こうなる予感してましたこうなる予感してましたよ。渋いですね、ほんとね。一個率が高いっすね。分かってましたけども。まあでも、中身によりけりです、これ。はい、どうぞ。よいしょ。これは初めて見たかな。かぶりではないと思う。はい。よし。レオンハルト。まあいいっすね。2は武器少ないんで、闇、暗黒ダブルか。で、HP 減少、自動回復6000。まあ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 。いいんじゃないでしょうかね。はい。まあなんとも言えない、なんともリアクションしがたいですけど、まあでもやっぱこんなもんでしょうね。はい。OK、分かりました。あと104でしょ、ミスリル104で、あと2段3段で続いていくだろうから50個使うわけですよ。だから54個でしょ。残り54になってフェス入るのか。まあイベントとかもあってミスリル回収できたとしても100個ぐらいなのかなーっていう気してます。オーグ回収できても100個、ってなるとフェスは2回11連2回しか回せないってなっちゃいますね。まあ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 、でも、はい、楽しんでいきたいと思います。よし。それじゃあ今回は、とりあえずここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。